ルカガ先生の優しいビジネス研究、えー。私のこの優しいビジネススクールではえ、国内大学院を受験される方を応援しているというところでですね、本日は早稲田大学ビジネススクールのおさまい先生にいらしてきました。おさまい先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひですね、皆さん、あの、この、 国内 MB を受験されようと思っている方、受験の情報をですね、今、LINE の友達になっていただきますと、そちらの方で入手できるようになっておりますので、ぜひ LINE の方をご登録いただければなんですけれども、幼内先生あの、まずですね、はい、あの幼内先生あの、どんなご研究されているのかとか、どんなご経歴とか、簡単に伺ってもよろしいでしいい、でょうか。はいえー、と私はですね、もともと97年にソニーに入社しまして。 10年ほど商品企画ですとか技術企画の仕事をしてたんですね。でそういうその既存の割と大きな組織の中でその新しい事業とか新しい製品の開発とかっていうのに関わってた時に。 その技術が良くても、あるいはその一生懸命エンジニアが頑張っても、必ずしも収益に結びつかないっていことがあるっていうのに気がついて、これやっぱりビジネスとかマネジメント重要だなっていうことに気がつきまして、で、私自身一回筑波大学の m b a に行ったんですね。で、その後いろいろあって、あの、京都大学の経済学研究科に戻りまして、博士課程の中で、まあこういうその技術と、 ビジネスのその間の統合みたいな研究をして、で、大学教員になった。そんな経緯なんですね。で、2007年から神戸大学に4年間勤務して、で、まあ、あの、神戸大学のビジネススクールの授業も持ってたんですけれども、あと、つくばの MBA の授業も担当したり、で、2011年からは、えー、早稲田大学に勤務していて、えー、現在はですね、あの、 えー、ビジネススクールで教える傍ら、中川さんと違ってですね、僕は底辺 YouTuber をやっていて、えー、非常に少ない <laughs> あの人数の中で頑張っています。 いや、あの、あの、ざまなこうメディアに出演されて、とりわけ、こう、エレクトロニクス分野における、こう、あの、専門家として、あの、ご活躍でいらっしゃると思いますけれども、あの直近であの緊張、あの、近所、あの、4月に、半導体逆転戦略というご本出されておりますけれども、こちら、どういう本なんでしょうか、はいあ。ありがとうございます。これもですね、あの、今申し上げたところと一緒で、 日本でなんか技術さえ良ければ、今の技術で負けたら、次の技術で頑張ればいいとか、とにかく技術は日本は最先端やるべきだみたいな議論が多かったと思うんですね、特に半導体みたいなハイテク産業ではそういう話が多かったと思うんですけれども、いや、そうじゃないよね、まずビジネスありきだよね、ビジネスとして大切なことは何なのか、うん、ビジネスとして成功するための要件は何なのかっていうのを考えて、その一手段として技術があるっていうことを、こうみんなで考えましょうっていう、そういうような本になってます。 そうすると、こう、半導体のことを扱ったり、まあ、近年のある種、あの、米中ディカップリングだとか、日本で最近起こってるような DSMC やラピダスのこともありますけども、はい、その背後にあるのは、もっと広い読者を想定して、はい、その技術戦略について語られている本、そんな感じでしょうかそうなんです。あの、い その最近の事象としてのラピダスですとかデカップリングみたいなこともちろん中では触れてるんですけれどもでももっと大切なのはそもそも経営戦略って何で経営戦略を考えた時に半導体のビジネスってどうあるべきなのっていうことがまああの落とし所ころというか最後のディスカッションになっているそんな感じの本です、はい。ちょっと勉強させていただきたく存じます。あのすごくあの え皆さんも興味持たれたと思うので、概要欄につけておきますので、ぜひちょっとそちらの方も見ていただければなと思いますありがとうございます。で本日はですね、この、えっと、国内のビジネススクールというのがどういうものであって、そこを経由した後にどんなキャリアの展望が開けるのか、そこでどんな経験ができるのか、こうちょっと悩んでいる方、逡巡している方の後押しをしてもらえるようなあの配信できればなと思っているんですけれども。はい あの一般論として、このビジネススクール、MBA の,あの学位を取るというのは、その人のキャリアにとってどういうものなのか、こうまあ、あるいはこうビジネススクールでどういうことが経験できるのか、あのこのあたりこう、長内先生、どのようにお考えでしょうか、はい、あの一番身につくのは、やっぱり問題解決能力の幅広さなんだと思うんですね。うん で自分先ほどその技術の話をしましたけど技術っていうのもこうビジネスをする上でのツールの一つでしかないわけですよ。でその問題をある何かビジネスの課題があった時に技術で解決するのかあるいは技術以外の何かで解決するのかってさまざまな解決手段があると思うんですけれどもあのそう考えた時に手駒を増やしておくいろんな解決手段を持っておくっていうのは1つだけのやり方 で、解決しようとすると、どうしても無理があるときがあるので、その解決手段を幅広く持っておくってことですごく有利になると思うんですね。だから、MBA を取るとっても意味ないじゃないかみたいなことを言われるとき、まあ、もあると思うんですよ。で、実際、日本の場合、その学位そのものに、まあ、例えば学位があるから、給料が上がるよとか、ポジションが良くなるよってなかなかないと思うんですね。だけれども、実際に自分が仕事すべての判断能力であるとか、あるいは、その、 地頭の良さだとか、そういうのは引き上げてくれるっていうところがビジネススクールのいいところの一つで、もう一つはやっぱりネットワークだと思うんですね。うんうん、で、あの、いろんな人と知り合える。まあ、これ教員もそうですけど、同級生なんかも含めて、いろんな人と知り合える。で、割とその質の高いネットワークの中に自分が身を置けるっていうことの良さっていうのも多分気づいてもらえるんじゃないかなって気がします。 大変、あの、明瞭で分かりやすいビジネススクールのメリットと、あの、なんかこう、ふわっとした、こう、ジェネラルスキルを身につけるとか、そういうことではなくて、そうそう、こう、幼い先生が見てきた中で言うと、こう、やはり卒業されるまでで、飛躍的に、こう、その人の、こう、どうですかね、技能というか、あの、ケーパビリティというか、そういったものが、こう、高まっているというような、こう、実感を、あの、持って卒業されている。そんな感じなんでしょうか。そうですね。だから、あの、同じ会社の中にいても、 今までとは違うチャレンジをし始めたとか、うん、あるいは中にはもちろん転職をして、今までそのエンジニアだったんだけれども、コンサルやってみたいで、コンサルの業界に飛び出していったとか、さまざまなキャリアの人を見てきています。で、そういうその自分の可能性を広げることができるっていう意味で、ビジネススクール、すごくメリットがあるんじゃないかなと思います。中川さんここういうういところってどうお考えですか 私もまあおっしゃる通りだと思います。あの、大きく言えば一つには、まあ、問題解決能力という表現で今まとめられましたけれども、おっしゃる通りで、こう、あの、私はやっぱりこう一通りこう、財務会計からマーケティングから一通りの知識が身につくというのはとても大切なことだと思ってます。うん、こう、あの、それこそとりわけ日本では学科の勉強というのを、あの、あまり重視しない、あの、現場で身につけるもんなんだというふうにこう言われている中で、ただ、じゃあ、 あの、仕事の中で身につけることができる、そのキャリアの、あの、ある種のこの道の中だけで身につけることができるもの以外の要素というのが今日は大切になっているかなと。うん、それこそエンジニアをしていて、まあ、例えば私がこう、いろんなところでこう、授業を持ったりしますと、やっぱりそれこそ会計の知識ですとか、マーケティングの知識、うん、その事業創造の知識みたいなのがあると、非常にこう、あの、いいですよね。こう、エンジニアとして力強くなります。 そうビジネスが分かるエンジニア、エン技術が分かる、うん、マーケティング担当者とか、そういう幅広さってすごく重要ですよね。本当に、あのなのでこう、長山先生はそれをこう問題解決能力で、まあ、その引き出しの広さというふうにおっしゃいましたけども、なるほどなと、でそれからまああれこう、視野の広がりという意味での大きなこうネットワークにリーチできるというのも本当にその通りだなと思います。ですね 長え先生が所属されておられます、早稲田大学って、どういうあの機関であって、まあ、どういうスクールであって、どんな特色があるのかえというあたり伺いたいんですけど、いかかがでしょうか、はい、早稲田のビジネススクールって、多分ん、なんていうんでしょう、結構歴史があるんですけれども、出自がいくつかあるんですね、小学部からスタートしたものとか、アジア太平洋研究科からスタートしたのとか、はいはい、であとはファイナンス研究科っていうのもあって。 昔あってで、そういうのが統合されてできたのが今の経営管理研究科っていう、えー、ビジネススクールなんですよ。で、早稲田大学には学術院っていうレイヤーがあって、あの、大学、普通だったら大学の下に学部とか大学院研究科があるのが一般的だと思うんですけれども、うん、その間にですね、学術院っていう大きなくくりがあるんですね。うん、で、我々、ね、はい、小学学術院っていう小学の、あの、商いの学問の、 国に入ってるんですねでその中に、小学部とか、小学研究科、会計研究科って、いろんなところがぶら下がっていて、うん、その中の一つに、我々ビジネススクールである会計あ経営管理研究科っていうのがぶら下がってるっていう状態なんです。アカデミアを目指す人が、研究大学院として進むのが小学研究科なんですね。はい、でそれに対して、もう MBA に特化したビジネススクールの教育だけを行っているのが経営管理研究科で、 ワセダの特色はまずこの2つがそれぞれ個別の教員が担当しているので,るで、うん、アカデミアを教える人はもう完全にアカデミアを教えるというのに特化しているで経営管理の教員というのはもう完全にビジネススクールのことだけを100%考えて教えている。だからまずもうビジネススクールだけを考えた1000人教員が40人以上いるというのがワセダの特徴でその、まあ、中には。 ね、あのアカデミアと両方教えてる大学院もあってで、それはそれでいいところもあると思うんですけれども、うんまあ、ビジネススクール100%に特化してるっていうのが一つの特徴なんですよね。で、もう一つ最大の特徴は、規模が大きいってところなんですよ。うん、で、早稲田の,あのビジネススクールの学生数ってグロービスに次いで日本で第2位なんですね。で、あの毎年年間200数十名の学生が入ってくるという、と規模の大きい大学院で、先ほどその、 ビジネススクールでやられるメリットの一つに、ネットワークっていう話をしたんですけど。うん、割と上質なネットワークが幅広くあるっていうのが早稲田の特徴ですね。ありがとうございます。その40人以上という教員の構成は。実務家の方も結構いらっしゃるんでしょうか。どういう構成になってるんでしょうか。あ、まさにそうなんですよ。あの、これも早稲田のビジネススクールが売りにしてることの一つで。あの、実務家教員とアカデミアの教員が、まあ、半々ぐらいで。 例えば同じ戦略論を教えるにしても、あのえー、平野先生とか佐藤先生とかっていう、コンサルで、あの日本の,そのトップコンサルで経営を担当されてたような方が、パートナーの方とかですね、代表の方とかが授業をするっていうような教員、タイプの教員もいれば、あるいは、あの浅橋茂先生とか、 あうちのまあ最近、あの有名にな,なったあの入山昭恵先生とか、ああいうそのアカデミアでその戦略論を教える、だから同じ戦略を教えるにしても、実務の教員が教える戦略と、経営学の理論を教える教員、両方がいるっていうのが、うちの特徴なんですね。教育のメソッドとか、カリキュラムみたいなところで、何か特徴はあるのでしょうか。 はい、はい。あの、一つはケースメソッドを大切にしてるっていうのはあります。でい、いろんな教員が何かしらの形でケースを使った授業をしてるんですけれども、あの、ケースって、まあ、その時に例えば、ハーバードのケースとかとか使うわけなんですけれども、そうしたケース、まあ、1ケースあたりいくらって大体お金がかかるんですけれども、その辺も今、あのー、オーストラ大学のビジネススクールって自前の収益があるので、そこから負担をしてるっていう形で、学生の負担がなくケースが えー、学べるので、うん、割とふんだんにケースを使った授業が多いというのが一つの特徴ですね。で、もう一つはですね、あのー、本当に幅広い教員がいる、もともと戦略とか組織とかマーケティングを中心とした早稲田のビジネススクールに、えー、ファイナンス研究家っていうのが一緒に。 合体して2016年から経営管理研究科って名前になったんですけれども、なので財務会計とかファイナンスとか、さまざまな知識を学びながら戦略とか組織、あるいはイノベーションだとかマーケティングだとかっていうのも学べるっていう、そういうところが特徴ですね。はあの国内でも最もあのも優れた、まあ、実務においても研究においてもあの人材が集まっているのが、こう、早稲田ビジネススクールかなと思ってるんですけれども、ありがとうございます。あのあそうですねなんか あのかこんな先生のこんな授業いいよというのを、幼い先生以外ので受けたら嬉しいなと思うんですけど、あの実はこんなすごい先生がいますよ、この先生面白いですよというのがありましたら、ぜひ教えてもらえるとしいです。えっとですね、僕はすごいあのファンなのは、鶴谷先生という客員教授の方がいて、こ、はい、の方ですね、えー、いろんなあのあの IT 系のベンチャー企業ですとか、あるいは医療のですね、 あのプライマリークリニックのチェーン展開とかをするような会社の社長さんをされてるんですけれども、うん、同時にですねあの、早稲田のビジネススクール、WBS で20年以上教えてるっていう先生でもあって、あのロジカルシンキングとかですね、あのそういったその思考法とかの授業をしてるんですけども、すんごい面白いんですね。で、やっぱりあのこういうその実務経験があって、あるからこその説得力と、プラスアカデミックな知識。 鶴谷先生もアメリカで教育を受けて、その辺のロジカルな,とな考え方みたいなものをすごくよくご存知なので、そういうのが非常によく学べるっていうのは一つありますね。であと、あの先ほど申し上げた入山さんなんかもですね、あのー、割と大企業から中小企業まで、割とホットな企業の経営者を連れてきてですね。 毎回、毎回いろんな経営者と、あのー、対談をしながら授業をするみたいな授業があって非常にです、ね、理論と実務を同時に学べるというような授業が多彩にあるのがうちの魅力かなという気がします。 ありがとうございます。あの、今の話を伺いますと、こう、多くの方がですね、やっぱ朝行ってみたいなというふうに思うんじゃないかと思うんですけども、さはさりながら倍率も非常に高く、あの、難易度の高い学校かと思います。はい、なんか、はい、あの、それゃずるを、ずるをあのするわけじゃないですけども、こう、合格のためにどんな努力が大切なのかみたいなアドバイスをいただけて嬉しいんですけども。はい、あ、わかりました。多分ですね、これ僕の感想なので、本当にそれでうまくいくかどうかわかんないところはあるんですけども、 わりとみんな教員が考えてることは、頭でっかちにならないでほしいだと思うんですね。と、うん、は何かっていうと、経営の大学院だとで、これ、経営の大学院であっても、うん、経営学の大学院とイコールじゃないかもしれない。うん で何かというと、経営学の知識だけ、例えば戦略論とか組織論のテキストありますよね、ああいうようなああの知識だけを詰め込んできて、それをばーっと面接で話すとか、研究計画に羅列するっていうのだと、はい、多分あまりうまくいかないんじゃないかと思うんですね、うんで。どちらかというと、我々が見たいのは、地頭の良さ、思考力の柔軟性だとか、 あるいはアイディアの良さであるとか、あるいは将来に向かってどういう展望を考えているのか、そういうところがしっかり見たいというところなので、なぜ自分はビジネススクールに行きたいのか、ビジネススクールをどう活用してどういう自分になりたいのかっていうのをしっかり持つっていうことが何よりも大切なんじゃないでしょうか。 ありがとうございますこうあの。自分のキャリアを、自分自身のことを大切にしながら、こうそんな中にこうある種のこうビジョンのようなものを持っていて、そこにこうビジネススクールというものを紐づけることができていると。そういうことが大切なのかなというふうに、はい、あの伺っていて思いました。はい、そうだと思います。 あの、最後になりますけれども、あの、まあ、ここまで聞いてですね、ちょっとわすらに入った、ぜひ、幼い県は、一回見てみなきゃいけないな、と思われた方も多いんじゃないかと思うんですけど、あの、幼い先生、ぜひ、あの、幼い研究室って言い方しますが幼いゼミという言い方されるんでしょうか。あの、その魅力とか、はい、どんな、あの、ことをされていらっしゃるのか、伺えたら嬉しく存じます。はい、ありがとうございます。幼いゼミっていう、まあ、あの、 あのゼミってい言い方が WBS の中では一般的なんですけれども、僕はあの2つのプログラム、あそうだ、さっき早稲田の特色の中で1つ言い忘れたんですけど、いろんな入り口があるなんですよあ。いろんな入り口って裏口はないんですよ。いろんな入り口はあるんですけれども、昼の2年間で、あのああそういういことですね英語、日本語を両方使って学ぶコースとか、夜の そのパートタイムで昼間働きながら行くコースとか、その中でも特化し、専門特化したコースとか様々なコースがあって、ちょっと多分ここではですね、全部紹介しても理解しきれないかなので、僕が担当している二つだけお話しすると、一つは全日制グローバルっていう昼間のゼミなんですね。で、昼間のゼミと、あと、 夜間総合という夜のプログラムの、この2つのゼミを担当してるんですけれども、昼間のゼミも夜のゼミも、何らかの形でビジネスの経験がある人がほとんどなんですね。で夜の場合は3年以上の就業経験がないと、そもそも受験資格がないので、うん、本当にあの、まあ、30代を中心とした実務経験の,あの豊富な人たちが集まってるんですけれども、みんなですね、うちのゼミの場合、なんか童心に帰るというか。 学部生の時のような大学生に帰る人がすごく多くて、はい、ゼミの中の活動以外でもすごく様々なことをやることが多いんですね。ゼミでは基本的には、あの僕、訂正研究をメインにしているので、事例研究を使って何か新しい理論の方がを見つけ出す、うん、その新しいメカニズムを、えー、発見して、それをこう解明するみたいなことを、 就労のテーマにしてもらうっていうようなことをやっていて、そのための、あのーまあ、予備知識としてのいろんな論文を読んだり、テキストを読んだり、うん、ケースを読んだりってことを普段のゼミはしてるんですけれども、それ以外の活動をいっぱいやりたいっていう人が多くて、うんあのー、例えばこの前も先月、あ、先月ですね、あの、うんえー、スタディーツアーであの台湾に行ってきたんですね。うん パソコンメーカーの ASUS の経営者とあの同社の戦略の議論をするとか半導体関連の工場に行って工場見学するとかあるいは台中って台湾の真ん中辺のところのデザインファームに行って、ねはい、その台湾の今の,そのデザインのビジネスについてあの、うん、デザイナーとディスカッションするとかそんなようなことをやっていきたいとかですねそういうそのそのエクストラなイベントが多くて。 あのそういうのにいろいろ参加する人が多いっていうのが特徴ですね。で、あとはですね、ものづくり部っていうのをやってまして、はいはい、部活なんですけども、はいはい、今、WBS 最大の,もあの部活がものづくり部で、多分2番目がチャーハンクラブだと思うんですけど、ものづくり部でも、やっぱりそういうそのきあの製造業のです、ね、経営者の講演会であるとか、工場見学だとか、さまざまなことをやっていて、課外活動が多いっていうのが、 うちののゼミ生の特徴ですね今、ものづくり部の部長も幼いゼミの学生がやってます、はい、なんかもう話を聞いておりますとですね、ちょっと幼いゼミ入りたくてしょうがない、あるいはこうあの、早稲田の魅力、大変あの伝わったあの皆さんに伝わったんじゃないかと思いますけれども、あのなんだな、私が思っている以上にこのビジネススクールというのは人間味豊かで、あのなんだろうな、 こうビジネスエリートたちがこうあのゴリ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 やってるだけではなくてあの幅広いこうあの人,間人間的な学びというか多くのことをこう学びが得られる機関なんだなということが分かりました。あもうそう言ってもらえるとすごいありがたいですね。うちのゼミ、もぐもぐゼミってああの相性がついてますで <laughs> え<え> <laughs> のでゼミやりながらご,あのご飯食べたりあのお菓子食べたりするっていうんであのい唯一欠点はうちのゼミ来ると太るって言われてます。<laughs> はい、いや、やでも私の印象幼い先生なんか、あの以前知ってる状況のスリムになられたように私は。見えますが、あ,あのちょっと頑張ってます。すかはい、あの、おさい先生、あの本日は本当にお,お忙しい中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。<の>もしよかったら、次回は僕のチャンネルにお越しいただけると嬉しい、はい。はい、とても嬉しいです。あの参加できるはと思いますし、はい、一度あの早稲田の方にですね、ロケはロ,ロケしに行っちゃおうかなと思います。 あぜひお越しください。お先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。